これでいけるかな。めっちゃ怖いけど。ドリ散歩、ドリドライブ編なんだけど、ちょっとカメラ的にね、違いますよね、いつもと明らかに。ガタガタしちゃうかな。ちょっとガタガタ感が出ちゃう気がするな。厳しいかな。どうだろう。いやー、怖いわ。GH5 をね、GH5 をダッシュボードにポンと置いただけで撮ろうとしてるから、ちょいとね、これ無理かな。ちょっと一旦、なんか一応滑り止めマットみたいなのを上に乗っけてるんだけど、ミニクーパーのダッシュボードがね、あまりにもふわふわしすぎなんですよね。ちょっと位置を、これがなんかさ、ガタ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 なっちゃうんですよ。なんつうの、湾曲してるっていうか、平らじゃないからね。だからなんかこう、アクセルワークの前後にピコピコ揺れちゃうのが気になる気がするな。手ぶれというか、いけるかな。等速で加速してる分にはある程度安定するかな。なんかブレーキするとか、地面の振動を吸収するたんびにお辞儀しちゃう気がしますね。やっぱりちゃんとマウントできるといいんだけど、この GoPro をこういつも車載マウントする吸盤のマウンターがね、結構頑丈で、GH5 をマウントできなくはないんだけど、やっぱりこれはこれでヒヤヒヤしながら運転する心理的負担が大きくて、あんまりやりたくないんですよね。いつ落ちてもおかしくないから。まあそういう意味でダッシュボードの方が、まあ落ちるってことはないんですけど、でもずるっと来そうだからな。どっちもどっちな気はするな。なんかちゃんとした感じの、もうなんかロールゲージみたいなのを組んで、そこからマウントしたいぐらいの勢いだな。全然こう走るのと違う方向で車内にこうゲージを組むみたいなね、そんな勢いですけど。いや、久々車で出社するな。今日ちょっと帰りにまたディナーにね、行く予定があるんで、そのために車で来たんだけど。っていうことはメインチャンネルが取れるのかっていう。なんか最近平日のメインチャンネルのテンポが悪いな。なんか良くないね。余裕がないのは良くない。余裕を作らねばならない。余裕は作るものでもない気もするな。余裕は余裕から、心のゆとりから生まれるんで、心のゆとりを持たなければならないのかもしれないと、深そうなことを言ってみる。 全然深くない。ちょっと Amazon エコーショーも全然まだ開封できてないし、あ、そうそう、あとやっぱりね、 YouTube は素晴らしいですね。YouTube に僕みたいな適当な動画を上げてると、皆さんがコメントでいろいろ知識を与えてくれるというか、集約されるというか、もうその感じが本当にね、なんかたまらない感じなんですけど、昨日
あれメインチャンネルで一昨日か、もう一昨日かな、メインチャンネルであげたあのジーユンのライダー M っていう順番ね、あのいつもドリ散歩とか、あのこの間出張中もずっと使ってたあの GoPro とかにマウントする、 GoPro とかをマウントするジンバル、あれのあの初代とまあ2代目っていうか、あのリビジョンアップしたバージョンみたいなやつを持ってて、僕は両方2台持ちになったんで両方持ってて、でちょっとあの、まあ、基本的に製品は一緒で別になんか特にバージョン2とか歌われてるわけじゃないんだけど、ちょっとあの仕様が変わってたよと、特に電源ボタンの入れ方で、動きが変わってたよみたいな話をしたんですよ。そしたら案の定ファームウェアアップデートが出てるみたい でそれをやるともう電源がなんかポンと押しただけで動くみたいな、だから何あの長押しすらいらなくなってるってことかな。実はあの長押しも結構長えなとは思ってたんですけど、ただあんまり単押しでポコポコやられても、まあでもあのボタン押しにくいところにあるからカバンの中で勝手に動くってこともそうそうないと思うんで、まあ単押しでもいい気がするんだけど、なんかそれでできるようになったのかなとかいうなんか話がコメントがいただいたんで、早速ファームウェアアップデートしたかったんだけど、今ちょっと朝のミーティングに5分3分ぐらい遅れそうな感じなんだけど、飛び出してきちゃった、野菜ジュースだけ飲んで飛び出してきちゃったんですけど、今日これ本当にあれじゃない、ドリ散歩も行きだけだな、帰りちょっと取れない気がするから、もうこれでなんか道がサンフランシスコの工事が落ち着いたのかな、なんかこの道がこの先の工事が落ち着いた気がする、落ち着いたのか一時的に落ち着いてるのか分かんないけど、渋滞がかなり軽減してますね。結局渋滞はさ、純粋な人口密度だけじゃなくて、この多発的に行われてる工事、道路工事に依存してるんですよね。なんかあでも Be prepared to stop とか書いてあるからまだ工事してんのかな。なんかいい加減工事がね激しいんですよね。だそれによる渋滞の方が影響は大きいんじゃないかなとは思うんだけど、ちなみにこれ GH5 でこのマウントをすると絶対水平は取れないんだけど、まあこれこのあの斜めってんのもおしゃれ感で、あでも結構取れてんのかな、なんかボンネットが水平じゃないだけで実は水平なのかな。ストップ、うわすげえガタ、もうどうでもいいけど、この道路にある落とし穴みたいなでかいボコっていう穴は、うわすげえこの前のやつかっこいい、タイヤが降りてきた、タイヤがコーナーリング中に上がってたタイヤが今直線になったら降りてきて、このバスと衝突しそうで怖いんだけど、チャリ来てる、チャリが来てんで怖いな、チャリとバスとトラックが交差している。やっぱりねこうなってくるとブーステッドボードのこのくらい道空いててもどうだろう、まあバス車とブーステッドボードとトントンぐらいな気がするな、このぐらいでも。あブーステッドボード偉大、さあじゃあここで曲がったらもう終了に近いですが、この手ブレ感といいどのくらい取れてんのかがすげえ悩む、なんか気になるな。意外と気になんないという気もしないでもないし、ダメダメな気もするし、この GH5
GH5 ライカ8ミリレンズの、ドリ散歩改めドリドライブ、クオリティどうですかね。まあでも画質的なクオリティは圧倒的な気がしますけど、ちょっとまたそこら辺も皆さんにフィードバックいただければと思いますが、じゃあキーワードはやっぱりまあシンプルですけど、 GH5 でドリ散歩いいねいいかどうか分かんないのにいいねまで言わせるっていうね、 GH5 でドリ散歩いいねっていうところで、今日は短いですがこんなところで、一旦ドリ散歩としては終了したいと思います。お付き合いありがとうございました。さあ入れるのかな、どこまで、どうした、なんか出たいのか入りたいのか、どうしたんだろうか、間違えたのか、よいしょ。